はい。よし、行きましょう。あ、1万円で買って以来だ。そうだね。上着は軽いのでいい。ちょっと待って、靴下履いた方がいいね。靴下、ズボンはそのまんま。よいしょ。今日寒い。よ、靴下。どこにあったかな、靴下。ストールは使わない。あれ、私本当にこれでいいや。こっから取ればいいや。ここに入ってんじゃない。座談会の時に履いた靴下でいいや。あった、これ洗ってない。ごめんね、これ新品だもん。新品を履いてったかな。まあ3回ぐらいは履けるよね、そのまま洗わなくてもね。よいしょ。新品。じゃあ行きますよ。靴はシャネルにしようかしら。こっちがね、どう？これとこれ、こういう感じで。ダサい。そうでしょう。寒っ。超寒だね。あ、ごめん、早く置いてきちゃった。住所はね、そう公開してるんだな、普通に。でもさ、私さ、この感じのこういうなんつうの、染みてるドア結構好きなんだよ。塗装が剥げてるとかさ、塗りたてよりこういうさ、こういうの趣味なの。こういうのちょっとおしゃれかなとね。そう。
味があっていいでしょう。ストールは巻いていかない。結局歩いてるとあったかくなるんでね、暑いぐらいだよ。さあ皆さん、うるさいわね、ガチャガチャ。じゃあこれかぶればいいの、こうやって。ガチャ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 、うるせえの本当に。チラシばっか入ってる、チラシばっか。あ、銀シャリだ。銀シャリ美味しそうね、押し寿司だって。ほら、何コンタクトレンズ。美味しそうね。あ、ピザ。冬の幸せプレミアム4だって。あら、幸せダブルセットね。ピザ高いんだよね。あ、マクドナルドのクーポン券入ってんじゃん、グラコロ。ウィンターっていうか、マックデリバリーやってんだね、ここね。ねえ、ここの地域やってないかと思ったらやってんだね。ほら、ちょっとこれだけ取っとこうかな。なんだこれは、銀の皿。全部チラシだね。マイルは何円とかに、ね、こうなっちゃう、これ。寒い時とかここで待ってたりとかね。そう、さてまずはお金を下ろしに行こうかな。今日のミッションはお金を下ろす、公園に行く、朝ごはん食べるぐらいかな。あと宝くじを買うだ、宝くじも買わないとね。あら、なんですかねこれは。座椅子じゃない？あ、すごいいいやつじゃんこれ、椅子。ねえ、これいいやつじゃない？やっぱりめっちゃ見られてる、レクサスに見られてる。これいいね、2段式3段式になんでの、ほらほら。これ多分1万円以上するやつだよ、これは。だって今度つまみがね、ここのお家の人が出したんじゃない、もしかして。ほらシール貼ってあるもん。やばいわ、レクサス見られてる。ほら、怖い。レクサス
犯されちゃう。絶対暴力団体よあれ。反暴力団体。レクサスに犯されじゃなくて、レクサスに乗ってる人に反暴力的団体の組織の構成員の一部のその下の二次団体の参加の方に犯されるってことそういえばね、なんかツイキャスの録画すごいさ、くるくるならなくなったよね、あれね。昨日私チェックしたらさ、録画がすごいスムーズに見れてる。良くなったでしょ。前だってさ、5分ぐらいさ、録画固まってたのに、1分以内ぐらいで動くようになったよ。前よりはマシになった。だって最初のスタートで5分ぐらい固まんで、くる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 ってなってね。それでちょっと半分ぐらいのとこ見ようかなと思って、半分にカーソル移動するでピッて、そうするとまたくる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 ってずっとなってたの。あ、危な、なんなのよデイサービス。今ぶつかるとこだったよ。なんかサーバー交換してから良かったよね。さてお金、お金をちょっと下ろしに行きますよ。皆さんこれいい言葉ね。悲しむよ、一つの行動、命取り。ムスカってね、ジブリの。私ってね、何でも絵になっちゃうのよ。こうね、いるだけで絵になんない。信号待ってるだけでさ、結構絵になってるでしょ。ならない。撮り方がうまいよ、撮り方はね。こうやってこのなコンクリのコンクリとこのもうなんか太陽があぶくしたこのさびっくりした、後ろに人がいたわ。反射で見えなかった。今めっちゃ人いるじゃん。ハチ君のねクリスマスプレゼント昨日ね、酔っ払ってね、ハチ君に電話したの。そしたら、ねえ、ナナ、今度ね、クリスマスプレゼント用意してるかな、会おうよって、25日ね。で、私も25日、お仕事も休みなのよ。ナナ、どっか一緒に行こうかっていう話してて。ねえ、俺ね、ナナのためにプレゼント用意したのに、ヒヒヒとか言ってずっと笑ってんの。ずっとヒヒヒヒとか言って、フフーとか言って。なんかね、楽しみにしてんだもんね。そういうとこあれよね。マジなんつうのか、もらいすぎちゃってもう麻痺してんだもんね。プレゼントとかなんかそんなに楽しみじゃないね。
って なんかねプレゼントに対してそんなになんかドキドキとかなくなっちゃったよね。いらっしゃいませ。そう、待ってね、1万円で宝くじでしょ、2万円下ろせば大丈夫。ちょっと残高見るわ。3万円下ろせるわ。3万6千下ろす。年末年始はね、下ろせるよ。コンビニ今下ろせるの。ノーブラノーブラ。どう？目立つ。3万6千下ろしました。多めにね。宝くじ、宝くじどこに行く？飲み物だけ買おう。喉乾いたらちょっとあの乾燥して、いや、なんかね、セブンなんとかで乗ってんじゃないかな。あ、やだ。タピオカミルク。これね、前ね、閉まんないの、そう。太っちゃって、前、去年は閉まったんだけど、今年閉まんないわ。チャックが上がんない。取りすぎだよ、ほら。こんなキツキツなんだよ。ほら。こういう感じになってる。私もワークマンで買う。それ石川さんじゃないの。体重はね、怖くて測ってない。これ美味しい、美味しい。これロイヤルミルクティーの中にタピオカが入ってるんだね、これ。タピオカはさ、このさ、丸っこいのコロコロして食べるのが通よね。ね。これをお口の中でこうコロコロして、あの噛むっていうか。ね。はい。見てたの、ずっと。あ、ちょっと道路危ないんでこっちの方がいいんですね。あ、そうなんだ。え、こないだちょっとね、引っ越したばっかなんですよ。そう、そのね、コンビニ、うん、そうそう、上を上がっていくとうちなんですよね。うん。あ、ありがとうございます。またね、どっかで近くで貼ったら、うん。
てな感じでね。ちょっと上手くなった。だんだん上手くなってる。で、これで騙されちゃう人がいるか不思議よね。これ騙されちゃう。亡霊とは会話してないですね。私ね、絶対ね、女優向きだと思うんだよね。女優になれると思う、マジで。顔さえ治ればね。ちょっと待って。何？いやこっち向きでいればいいのか。でかいんだよね、これ陰茎が。陰茎が全然入んないのよ。ちょっと待って、こういうの困るわね。あ、入った。オッケー。あー大変よ。おしこ。大変よ。ああ疲れちゃった。そう休憩。あ、隣にあったの穴がでかいやつ。演技は何？ちょっとうるさいな、ここ。車の音が。今日ね、いい天気よ。そこ、ここが差してるでしょ。お天気グーよ。さて、まず宝くじ売り場をちょっと見つけないとね。この辺の宝くじ売り場の一覧を出してください。ドン！一番近いところを出してほしいな。さあさあ出してください。どんどんどん。タマプラ近くないよね。タマプラね。マジョリーね、この辺ね、トンネルないのよ。トンネルスポットは逆なんでね。ここで歌う？今日は口トンみたいな。おで？やめよう、もうこういうの、こういうのはダメなのよ。ダメよ。そういうのが好きなの。もう変態にさせないんだよ。もう真面目になりたい私、そろそろ真面目にね。真
真面目になりたい。そう、ダサいの分かってるよ。ダサいけど今日ね、いただいたんで着てるだけよ。さあ、あのお兄ちゃん元気かな。あのお兄さん最近会ってないよね。だチャリンコ屋のおじさんね。みんなそうやってさ、ももこちゃんからもらったもんだからってそう言うんでしょ、ダサいとか。おかしくない？そう、人によって変わるよね。そうね、ダサいって洋服は。あ、菅生緑地の丸やつにある宝くじ売り場。センス？だって散歩なんだか別に。デートじゃないんだ、こんなんでいいじゃん。もうラフな格好で。何を言ってるの？こんなだってドレスとヒールで歩くわけないじゃん、今度は朝っぱらから。でしょ？ただお散歩してるだけなんだから、いい加減にしてよ。人の意見は無視って、だってさ、なんなん。じゃあこれどうやっておしゃれに着こなすの。これもう俺だってひでママからもらってお気に入り、これももこちゃん今日もらってお気に入りよ。ダブルお気に入りを着ちゃ悪いの。ひどくないか見てごらんよ。シャレオツでしょ、ほら遠くから見ると意外と。おお、あ、痛い。どう？見えない？もうちょっと見える場所を探すわよ。あ、ここは見える。ここはここは見えんじゃない。あ、これ中が空洞だ。空洞だ、これすごいな。空き物件だ。空き物件、空き物件。皆さんこんなとこ空いてるよ。こういうとこっていくらなんだろうね、このね、まっさらな状態ね。いや、買おうじゃなくて多分借りることになるんだよね。お金持ってればね、お店移転とかね、雅をここに移転とかね。宝くじ当たったみやびをこっちに移そうよ。勝手に決めちゃったけど、みやびをここに移動させようね。え、広くていいじゃん。中の柱は取ればいいんだ。取れば2号店、2号店ね。じゃあそこでモンジュリバーやるよ。モンジュリバーね、宝くじ当たったらあそこでモンジュリバーを。おー、これ駅から近いしね、こうね。夢が広がるんですよ。39万。25年式ね。 Z シーターブラインド仕様。うん、これで全然十分だよね。ちょっと中見てみたいね。なかなかどうなってんだろう。開かないね。
結構綺麗な感じの中ね。シートも綺麗ね、中古なのに。免許ね、そうだね、免許にあったら便利よ。確かに。おはようございます。いやね、一回ね、私原付の免許で、ね、2回落ちてるからね、私。ちょっと運転免許も危ういよね、復帰ね。で、変なね、会場にギャルみたいな女の子たちがいたの。マジでみたいなね。そいつらは受かって、私は落ちたみたいな。あのギャルに負けたわ、みたいな。そう、悔しくてね。1回目は全然点数が足りなかったんで、2回目はギリギリだったの。で、3回目に当選した。落ちるのも才能。でもあんま聞かないよね、原付落ちたなんてね。恥ずかしくて言えないよね、そんなんね。どんだけバカなのみたいな。ナナちゃん、配信してない時に散歩とか楽しめる。ウォーキング苦手だから楽しむ。ああ、じゃあ先生が教えてあげな。ウォーキングのポイント1、頭の中を空っぽにしてください。余計な邪念を取り除いてください、ね、空っぽ、真っ白にして頭をね。で、2、自然を感じましょう。自然と一体になる。この太陽、ね、この木の木漏れ日、ね、このビルのこの素材、ね、足元に出てる葉っぱ、ね、この穴の中にあるなんかカス、あとなんだろうね、この看板ね、看板の角度、あとなんだろうね、あそこにいるイケメンとかね、おイケメンとか、ホンダのイケメンとか、うん、これポイント2、全身で楽しむ。私は地球に生まれた地球号という、乗り物に乗ってる一人の生命体ですと。で、この地球と、私は一緒にシンクロしますと、合体。そうするとエナジーが体のね、そこから湧いてきます。だんだん体が熱くなるから地球とね、こうシンクロし始めると。で、足を一歩一歩大地に踏みしめて、おいしょ、おいしょってね、もう、おいしょ、おいしょ。そうすると、この地球が踊り出す、地面が。どんどこ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 ってね、どんどこどんどこどんどこって、でそのビートをね、体で返す。どんどこどんどこビート。どんどこビーチ、どんどこビー、どんどこビッピッピー、どんどこビー、どんどこビー、どんどこドッドン、どんどこビー、どんどこビッピー、どんどこビッピピー、ビビリリン、どん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 、パーパパーパパラパーパパ、グイグイ、パーパパーパパラパーって。疲れた。そういう感じかな。お散歩だ。幸せは何だって？頭周り、ああ、だから下向いちゃダメだよね。よく言うよね、それね。確かに。こうやって下向いて歩いてると、ダメよ。まっすぐね、顔を上げて、歩かないとね。早く飯食いたいけどね、ちょっと待ってね、今ね、坂を登ってくんでね。
この辺にすき家ってあんのかな、ちょっと待ってね、一回休憩。もうね、すき家、すき家一回に、ね、調べてみるわ。こちらをまっすぐでいいんですね。こちらをまっすぐで。なんか久しぶりの外散歩だから面白いな。普通の街なんだけどね。風景は全然変わり映えないんだけどさ。こっちね。こっちにすき家があると。相当歩くんじゃないの？どこにすき家があんの？全然見えないけど、この目ではパチンコ屋さんは見えるけど、ね、ここのパチンコ屋でリスナーさん働いてるの。あそこあそこのパチンコ屋さんで、なんか店長にね、配信できるって聞いてくれたんだけど、一回私ね、あそこでね、無断でやったことあんのよ。無断配信ね。その印象が強いんだって。で、注意されてんの、おばちゃんにね。そう、パチンコやっちゃう、久しぶりに無断で。またちょっと聞くだけ聞いてみる。聞くだけ。宝くじはね、売り場がないんだよね、今ね、探してるけど。スキアは多分こっちにあると思いますよ。こっちをまっすぐ今歩いてて、こっち側にあるんだって、スキアが。どこにあるんだろう、ほんと全然見えてこないけど。全然ないんですけど、本当にあんの？潰れたとかないよね。公園はね、今んとこ曲がればある、大きい公園。宮前平店っていうのがあんの？すき家？
あれかな、ちょっと遠くに見えた、遠くに見えてね、ちらっとね、あの角のとこだ、隙間。今私こっちの画面で何してると思う？ずっと今外画面にしてるでしょ。こっちの画面では何してると思う？内カメでは。うん。こっちだと意外とね、真顔っつね、こうね。の真顔ですね、うん、引っかかった。あ、ここごめんね、ここがリスナーさんが働いてる。いいんだよ、うるさいな。歩き川崎は OK なんだよ、歩きアイコス川崎はいいの。やばい、ガラガラだね、ここね、結構ね、やばい、もうなんかあたふたしてた、店員の動きがおかしかったで、今ね、限界態勢みたいな。絶対怪しいよね、あれね。早いね、これ行ってるね、絶対ね。なんかちょっとちょろちょろしてる、お客さんいない、こう今日こういう感じね、今日ほら可愛いでしょ。こうだ、ちょっと痩せて見えるよね、このね、キュッと痩せて見えるよね、顔がほら。派手なおばちゃん。いやー、お腹空いてきたよ、だんだんと。お腹これはご飯食べないとダメなパターンだな、これ。だんだんイライラしてきたわ。今からね、スキヤを久しぶりにね、買いに行こうかなと。なんかさ、新商品出てないのかな、嫌の。おすすめメニューとかある？お好み焼き？そんなん出たんだ。カルビ丼っていうのがあるの。白髪ネギ？すき焼きとお好み焼きか、新商品。あった。すき家が見えてきました。高菜明太でたまーに買うね、私ね。でも大体チーズ、3種のチーズ丼。来ましたよー。牛丼。吉牛はね、あんま好きじゃない、私。新商品、あ、これだね、牛すき焼き。これか、新商品。780円。牛すき焼き定食だって。で、これが白髪ネギだね。白髪ネギ牛丼、500円。
どれが美味しいんだろうな。はい。はい。メニューみたいのあります？あ、これか。これは何ですか？これは。こちらセットですね。豚汁と卵の。はい。これハーフ&ハーフにできますね。とかはないですね。2つ買った方がいいかな。そうですね。じゃあチーズ牛丼のミニと、あと新商品何でしたっけ今一番。こちらは白髪ネギの。いや、それ白髪ネギの塩だれのミニ。ミニ、はい。で、いいです。はい、ありがとうございます。あ、ごめんなさい。ミニってどれぐらいのサイズですか？ミニ結構小さいです。小さい？ミニ。あー、そういう感じ？はい。あ、それでいいです。ミニでいいんですか？はい。それで、あとね、このサラダと、はい、はい、ドレッシング和風フレンチごまございます。本当ね、ごまで。ごま、はい。あと、豚汁。豚汁で。はい。以上でよろしいですか？はい。ありがとうございます。チーズ牛丼ミニを1つ、白髪ネギ塩だれのミニ1つ、サラダごまドレッシングを1つ、豚汁を1つ、会計1210円です。2000とじゃあ10円で、はい、はい、2010円お預かりします。これ足りないかな、どうだろう、足りるよ、ミニ2つでどれぐらいですか、サイズ的に。あ、これちょっと借りていいですか。これだって。大体大盛りくらいです。両方足して。大盛りだって。じゃあこの明太もミニください。明太もミニ、はい。牛丼も全部で3つって。はい。はい、とサラダと豚汁ですね。はい。この明太のミニ。会計変わります1630円です。これで、はい、2030円お預かりします。はい、すみません、少々お待ちください。ちょっと外で待ってますね。外にもう電話鳴っちゃってる。よいしょ。三つ足りないかな。だって大盛りでミニ二つで大盛りつってたよね。それプラスミニだから、まあ、特盛りぐらいにはなるってことだよね。いつも特盛りを頼むじゃん私。足りる？ミニ3つ量ある、結構。祝電はニャオリンちゃってどういうこと？はい、それいや全然足りると思うよ。キングはね、ちょっと食べれないですね。キングはね、お持ち帰りできないの。メガしかお持ち帰りできない。だからメガ2個でキングなんだって。キングは店舗でしか食べれない。はい。はい、びっくりした。すごい。あの、はじめまして。はじめまして。あ、映ってないから大丈夫です。いや、そう、そう、近くに。あら、結構若くて。あ、車危ない、ひかれちゃう。はい、どうぞ。何ちゃんって言うんですか？あ、みゆきです。さっき初見のコメントしてずっと見てたんですけど、初見さんだったの？コメントできなくて。そんな近くに住んでるんですか？あの、西松屋の近くに住んでます。うちの近くでめっちゃ…そっくりしちゃって。これ、格好ダサい、私。かわいい、そうか。かわいいよね。あら、ありがとうございます。そうなんです。なんか、
写真とか大丈夫ですか？写真。あ、全然大丈夫。いいんですか？写真撮って、うん、いいんですか？大丈夫です。嬉しい。で、グッズもあるんで、こちらね、今日ね、グッズもお渡しします。今日はね、缶マッチ持ってるんですよ、これね。はい、ありがとうございます。はい、こう、みやびも行きたいねって話を、うん、あ、そうなんだ。ずっと見てて、行きたいね。宮前くらもね、だと思うね。そうなんですあ、やばい。写真を、設定なんですけど、急いで来たからこれなんで画面割れてんの？落としちゃった、車から。落としちゃった。直さないの？直さないと。いいですか、このままで。はい、すいません。はい、チーズ。あ、ごめん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 。顔が。はい、チーズ。あ、嬉しい。ねえ、ありがとうございます。元気だしね。ねえ、でまたあっちの方で。またあっちの方で。ねえ、多分あの辺だと合うんじゃない？多分あの富士スーパーと、富士スーパーってわかります？うん、わかる。と、みゆきちゃんの手あったかいね。妊婦なんですよ、今。え、妊婦なんですよ。 あ、お腹にいるんだ、赤ちゃんが。そう、だから多分体温が大丈夫？こんな寒いとこで。全然あったかいからえ、なに、歩いてきたの、あっちから？あ、違います。うん、う、車で？ちょっと途中まで送ってもらってる。あ、バイクなんです。バイクなんだ。そう、二人乗り。あの、乗っけてきてもらった。あ、そう、彼氏がいるの？あ、彼氏、友達？彼氏でしょ。ちょっと、彼氏じゃないです。見せて。彼氏じゃないんですけど。どれ？友達です。いい男なの？あら、あら、やだー。全然やったのは、寝起きで、うん、寝起きで、あの、奈々ちゃんに会いたいから早く来てくれに来てって。彼氏さんは知ってんのかな？彼氏さんじゃないです。お友達、あら、かわいいじゃん。よっ。かわいい顔して、亀梨みたいな顔してる。いや。あ、確かに。ね。でも年上です。いくつなの？今、23になりました。あ、23歳なんだ。はい。あら、かわいいね。来てもらった。ね、グッズ。そうです。なんか家近所みたいでね。あ、そうです。はい。うん、下半身だけ写していいですか？はい。下半身だけね。いや、別に大した格好。こういう感じで。それじゃちょっとバイク寒いんじゃないかな。いや、大丈夫。ちょっといいかしらね。あー。中の下って感じ。あ、私知らないですから。あ、知らない知らないけど。本当に。いや、普通に友達の友達みたいな。そう、友達の友達で、奈々ちゃんが歩いてるから早く来いって言って寝起きちゃって、あ、家は遠…じゃあ、近くないんだ。マギヌとかじゃないんだ。いや、家5分ぐらいです。近い。いや、私も迎えに来てって言ったら迎えに来てくれるねえいつでもね。これ2人乗りのバイクっていいよね。まあ、そうですね。ねえ、はい、ごめんなさい、送っていけなくて。いやいやいや、全然もう、はい、ね、妊婦さんだから早く返してあげて。あ、好きやと買い物に。いや、あ、ここ私のはどうなったんだろうね。まだ牛丼3つ頼んじゃったんだけど、まだかな。どこねえ、もう、性別は分かってんの？来月多分。あ、はい、すいません。よし、来月に生まれんだ。すいません、はい。はい、どうも。はい、すいません。はい。ちょっと待ってね、できた牛丼。びっくりした。来月生まれんなって。だからね、もうダメよね。ねえ、名前は決まってんの？あ、男の子はまだ決まってない。来月の割には。あ、来月わかる。あ、性別がわかる。そうなんです。まだ。大変だったよね。そうなんです。
若いのに大変ね。じゃあまたね、はい、ありがとうございます。またはい、じゃあね。5ヶ月ぐらいなのかな。頭私のあそこの西松屋の近くに住んでるんだって。びっくり。婦人部がうるさい。何がうるさいの。ちょっと飲み物も買ってこう。なんかね、エアーリアトツをやってるとね、本当に来るんだよ、その日。リアトツが。缶バッジちょうど持ってたらラッキーだよね。お名刺と缶バッジをあげましたよ。あー、妊婦だかバイクって、そんだけ会いたかったんだよ私に。だいたいそんなこと言ってる人ってさ、今こたつの中入ってるみかんかなんかこうやって見てるでしょ。実際に来てくれるの嬉しいわよ。こたつに座ってぬくぬくしてババアどもが言ってんでしょ。そうやって一歩も動かないね。こうやって行動を起こしてくれる方が嬉しいわよ私は。さあに来てくれてね。どこで食べんの。公園。ババアは動かないから悪いこともしない。してんじゃん。スーパーでどうせ万引きしてんでしょ。お惣菜かなんか。アジフライの下にコロッケとか入れちゃってね。そういうことやるでしょ。アジフライの後ろにコロッケ、カニクリームコロッケ潰して、くっつけてそのまんまやったりとかしてんでしょ。ねえ。万引きよ万引き。それもね、そんな技があるってやっちゃダメよ。また痛い。あ、痛い。じゃあね、痛さっき気をつけてね。かわいい子、すごい笑顔が素敵。あんまりね、顔はね、そんなめちゃくちゃ可愛くないんだけど、笑顔が素敵。いいお母さんになるわ。で、顔は普通なの、普通の、なんていうかな、大塚愛みたいな。大塚愛みたいな顔なんだけど、笑顔がすごいね、素敵。愛嬌があるね。いいお母さんになると思う。お茶箱ありがとうございます。ザックザク。マオニャンさん、ザックザクドキドキしているハート、エゴ茶日本茶さん、普通が一番よ、こと黄色いハートさん、大塚愛は十分可愛いけどね。ユパンさん、大塚愛可愛い。ユさん、大塚愛可愛いよ。アイアイさん、ザクザク。リボンリボンさん、なんとなく雰囲気わかった。モエカさん、ね、大塚愛とか芸能人顔でいいじゃん。リボン、笑っている猫の顔。ドンちゃん、笑っている猫の顔。リボンさん、話し方も良かったね。ショウちゃんさん、大塚愛は離婚したが、ミスグレンジャーさん、十分可愛い。マリナさん、最高の褒め言葉。メンマーとモンジよりさん、アンジュさん、ま、笑顔さん、二人幸せの空。アイアイさん、WW。はいはいはい。治った?止まった?ごめんごめん。じゃあこのコメント欄にさ、お茶が見えなかったの今。バグで。
ちょっと待って、あれはゆりなちゃんじゃないの、あの車は。今左に曲がったけど、あのピンクの車はもしやこうじゃないのこれ。ねえ、これゆりなちゃんの車じゃない、あ違う。最近ね、ゆいなちゃんの車乗ってないからね。あ、今高速道路でいるの。あ、じゃあ今日は千葉に行く日かな。あー、やばい、ちょっと待ってね、うんちっていうワードを見たらお腹痛くなってきた。トイレしたい、マジ。あー、弱すね。あー、そっか、なんもないのよ。コンビニさんね、ここクリーニング屋さんで聞いてみようかな。すいません、ここっておトイレって貸してもらえないんですかね。あ、ダメ、ないです。はい、トイレぐらいあるだろう。従業員はどこですんだよ、ふざけんなよ本当によ。トイレぐらいあるよね、従業員はどこですんだよ本当に。外うちね、ここの公園もトイレないな。ちょっと待ってね、どうしよう。ちょっと本当にノブソしていい、私。これはちょっとダメなパターン、漏らすパターンだね。でコンビニないのよここ本当に。あ、ダメだダメだ、ここダメ。なんかお母さんたちがいる。あ、どうしようどうしよう、ちょっと待って、どうしよう、ちょっと一回座る。あ、座っちゃダメだ、どうしよう、ちょっと寄りかかる。あー、お腹冷えてるわ。そんなに急に来る、私突然なんで。だから トイレあるとこじゃないとダメ。え、マジどうしよう。あ、波をね、波でもね、今日はねちょっとなんか水っぽい、まだ何も食べてないから。ああ、すっごいぐるぐるいってる。ガソスタもね遠いの、何もないの今。ちょっと待ってね、最悪なコンディション今。ほら何もないのここ、コンビニもないし、ほら住宅はね。タクベルを呼ぶ。いや、5分も待てないかも、どうしよう。パチンコ屋さん遠いの、戻ってきちゃったんだよ。でね、ここを上がってけば公園があるんだけど、そこだったらトイレあるんだけど、ちょっと10分ぐらいかかる。10分ぐらい。ノグソできない、ここだって坂道でノグソ。今ね、動けないの、こういう状態も。今、もう支えのポジションに入ったか、今ね。この、これから動けないの、今。このポーズから。
前のポジション、そうそうそう。さっきの人はバイクだからダメ。スーパーはだからここね、登ってかなきゃダメなんで、ぐーっとこれスーパーも5分ぐらいかかる。ミニ入れ袋あるね、これ牛丼。ちょっと待ってどうしよっかな。あ、いたいたいた、来た、無理、本当にやばい、うんち漏れちゃう。いやー、きつい、動けない、どうしよう。あ、痛い、あ、ちょっと出ちゃった、どうしよう。ちょっとね、ちょっとあのワン、なんていうの、先のファーストシール。あ、ちょっと治った。ちょっと動こう。公園まで行きましょう。ちょっと出て治ったかな。風邪ひいてるから緩いんだよね、今ね、最悪に。公園までちょっとね、あー危なかった、マジで全部出ちゃうところだった今で。スパッツだからあのね、スパッツの足のなんつうの、足首のとこがビレビレって出ちゃうんで、全部ね、このまんま漏らすと下のさ、足首のとこがビレビレって。よいしょ、全部出たことあるよ私、学校でうんこ漏らしたことあるもん。あ、ちょっと待って、また来た、ちょっと待って来た。で、なんか上履きの中が全部うんこまみれになったことある。ジャージを伝ってね。痛い。一回出せば楽なんだけど、苦しい。動けない、どうしよう。動いたら出ちゃうよなこれ絶対。お腹ね、昔から私はね、お腹と戦ってんのよ。これさえ治ればね、デートとか行けんだけどね、そこに。楽になった、オッケー、行けそう、ちょっと行けそうだね、行きましょう。やばい、よいしょ。あ、ダメ、ちょっと待って、どうしよう。誰かいないかな、誰か。うちはね、ちょっとまずいね。1ミリしか1ミリ進んで、あ、オッケー。ここ、うんこのことを考えちゃダメ。何のことを考えればいいのじゃん。今ね、ファーストインパクトね、
セカンドインパクトと来て今サードインパクト。リア凸のお話をする。でもリア凸会場でさ、うんち4時間だけどね。あ、ダメ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 、考えちゃダメ。リア凸町でトイレ行きたくなったらやばいな。あれ新宿ってトイレないのよ。あ、ここ今さ人いないからしちゃおうかな、この排水溝の穴で。ちょっと座ってる風でこの排水溝の中流しちゃおうかな。痛いものか。だってしょうがないで漏らしちゃうんだもん。だったらした方がいいよね。痛い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 、もうやだ。あ、痛い痛い痛い、人が見てても関係ない。なんかねヒリヒリしてんの、しかもお尻が。昨日なんか辛いもん私食べたかな。救急車呼ばないで、本当に。あ、オッケーオッケーオッケー、波収まった、いける。ちょっと救急車呼ばないでって。よし、あ、もう少しで公園。ここを曲がって曲がってだね。よし、頑張ろう。あるかな、ゆっくりゆっくり行くよ。一歩一歩、確かにね、確実じゃないとこれは地道な作業だからね。これ一歩狂うと大変なことになる。ちょっと遠い公園行くのはいいけど、遠い。あのお兄さん送ってくれないかな。あ、ダメな、3人ぐらい乗ってる後ろに俺。あ、やだ。ちょっと待って、今んとこ大丈夫。今んとこ感覚ね、ちょっと緩くなってる。今長くなってるだ、多分次の感覚が来たらもう終わりだと思う。これは感じ的にね、今3回来たから、この間隔は長くて4回目の時に漏れちゃうと思う、多分。次ちょっと、ありました、見えました。もうすぐ公園見えた。あそこにトイレがあるのよ。陣痛もそんな感じなの、感覚が。ちょっと待ってて、はい、あら、いい男。あ、男かと思ったらおばさんだ。おばさんだった、ボーイッシュなおばさん。あ、やばい、来た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 、最後来た、もうここでフィニッシュ。4波来た、ちょっと待って。あと防犯カメラ作動中って、もう男子トイレでいいや。
もう大丈夫だ。同時に出ちゃった、前から後ろから。前から後ろから思いっきり出た、ピシャーって。ちょっとおしっこも漏らしちゃった、どうしよう。おしっこも漏れちゃった。ああ、助かった。なんでそんな緩いの、わかんない。さあ皆さん、公園到着でございます。どこに行こうかな。あの上のところで食べようかな。ああ助かった。あの一番上、高台のとこに行きましょう。あ、トイレ近くの方がいいね、確かに。でも座るとこないんだよね、ここトイレ近く。いいや、あっちでダッシュして行けばいいんだよ、トイレ行きたくなったら。よいしょよいしょ。いやー子供が多いな。野球っていうかね、なんか幼稚園生がいっぱいいるね。なんかトンネル先生と一緒の方がね。ここに座ろうかな、この段々のとこに。ここに座って食べよう。ちょうど見栄えもいいしね。よいしょ。あら、棒が伸びないと壊れちゃったかな。自撮り棒が伸びなくなっちゃった。なんで？ロックってあるの？自撮り棒？多分これにはないと思うんだよね。出てできた、できた。スタビライザーはね、使ってない、全然。ちょっと暑いから脱ごうかな。っていうか、なんで私スキヤミ使ったんだろう、今思ったけど。1個でよかったよね。スキヤ3種類も買っちゃったよ。今さら？3つ。ネギ塩牛丼。
高菜牛丼、チーズ牛丼、3種類ミニで、あとチーズ牛丼、あとサラダとあれだよね。でもこれで2個で大盛りなんだって。これプラスすれば特盛りになるね、多分ね、量的なね。これミニだから、ミニ。な、何やってんの？草？食べちゃダメだよ。腹いっぱい集まったね。ねえ。子供から離れないとね。カズマっていい名前だね、かっこいい。じゃあご飯食べようかな、いただきまーす。やっぱ下で食べようかな、これなんか置きながら食べたいね。下で食べよう。はい、こっちでね。あら、こう食べればいいのか、こうね、こういう感じで。なんで警察来んの？あ、逆光になっちゃう、こっちだと。こっちは？オッケー、よし。じゃあ食べましょう。これをちょっと汚れちゃうから、これを下にしようかな。まず何しようかな。3種類あるけど、チーズ、ネギ、あと高菜があるけど、どれからいく？最初チーズ、あと味噌汁とサラダがあるんでね。豚汁だ、豚汁、豚汁とサラダ。チーズ、高菜、チーズ、高菜、ネギの方がいいかな、順番的にね。チーズ、高菜、ネギ。いや、久しぶりにここの公園来たけど、昔ここよく私も遊んでたら、もうお家が近いので、前住んでたマンションで、よくここでみんなでさ、ね、ゴム飛びしたりとか。小学校の時ね。そう、結構ね、広い公園なのよ。野球のチームとかもね、ここでね、練習してたりとか。
地元や地元ここ宮崎台っていうとこ。女の子と遊んでたね。男子とも遊んでたけど、その頃さ、なんか漫画描いてる女の子とよく絡んでたんね。漫画描いてる女の子、ちょっとチーズいただきます。チーズ牛丼、ミニチーズ牛丼、こちらミニチーズ牛丼。すごいチーズが、うわー、あ、ほんとにミニだこれ、ほんとにミニ。でもね、これやっぱね、2個で十分だと思う。2個でお腹いっぱいになると思う。好きや、久しぶりだわ。うん、見つかっちゃったけどね。あ、お茶バッグ100ありがとうございます。あんちゃんね、ザック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 。最初はもうご自愛だと思います。お店だとね、そうなのよ、もう無理なのよ、お店で食べるってことができないのね。じゃばっかありがとうございます。中盛りっていうのはね、多分すき家に存在しないと思うよ。普通、特盛り、並、うん、あ、お茶箱ありがとうございます。キャンチョメ、キャンチョメ。ミニ、波、波が普通でしょ。普通、あるの。普通盛りって。年末まで糖質取らないようにして。私はがぜんすき家派。なぜね、吉野家が嫌いっていうと、あの器が嫌い。器、丼ぶりが。あ、みゆきちゃんお茶バッグ50ありがとうございます。ザックザック、やっぱメニューが豊富な方がいい。やっぱりね、好きやみたいな味を飲んじゃなくて、いろんなメニューから選べるっていうのは強いよね、やっぱり。あ、ピコちゃんお茶バッグ100ありがとうございます。もんじゅりもんじゅり、そう、たくさん選んで、こういっぱいある中から自分の好きなものをね、今日これにしようかしらとか選べた方がいいと思う。真っ暗になってる。今真っ暗になってないよ。これはちょっとあれだね、なんかひでママも言ってたな、そういえば。画面が真っ暗になるって、ツイキャス配信しててなんか真っ暗になるっつってた。何かしらっつってたよ。バグだな、バグねえ、バグだよ、バグ。
1個目終わりました。1つ目完食でももうお腹いっぱいになっちゃった。どうしよう、結構ミニでもうお腹いっぱいなのよ。ミニ1個で、最近ねあれ小食なんだよね。朝食本当に全然食べてない。痩せたでしょ、どうかなって。お腹見てごらんよ、ちょっとへっこんだでしょ。でも高菜も食べたいな、ちょっと高菜どうしよう。でもこれ家帰ってこれ夕方で、これ明日の朝にしようかな。夕方朝、明日の朝、朝ごはんにしようかな。どうする、見つかった3つ。よくあれメガとか食べれてたよね、私ね。もうミニすらちょっとお腹いっぱいだもん。なんかこれサラダがまずい、今日青臭い、なんか古いサラダじゃないのこれ。なんかすごい変な味がする。苦味がある、苦味がすごい、まずい、ダメだ。へえ、タン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 、隠れちゃった思いっきり隠れちゃった。ほらあの隙間にいるでしょ、後ろに。ほら行っちゃった。みんなさ、子供を映しちゃダメってさ、なんで子供を映しちゃダメなの。よく映しちゃダメって言うけど、あ、親に怒られるの、映すなって怖い人がいるから。トトは言いながらさ、TikTok を子供と一緒に撮ったりとか、一緒にこういうのでライブ配信したりさ、ちょっとおかしいよね。そうとか抜けて SNS に乗っけたりとかね。私でもあれで普通にあの遊んでてさ、写真一緒に撮ろうって言ってさ、おじさんの写真撮ったりとかしてたよ。あれ何に使われたかわかんないけど、普通に写真みんなで撮ろうみたいな。それは変態だったのか、やっぱ今思うと。やっぱり変態。変態さんだったの、あれは。ショタコ、ショタオヤジ。あらららららら。危ないよ。
ないよ。元気ね、子供って一日中騒げんだよね。すごいね。ブスになるな。顔がもう可愛くない。あの女は。すんごいブスなの顔が。アンパンマンみたいな顔してる。やめな。いろいろパンパンで、もうここは真っ赤みたいな。リンゴちゃんみたいな。感想よ、感想。子供を見るときってそう思わない？将来を想像しない？やっぱり。あー、この子は可愛くなるわとか、この子はちょっとダメねとか、相手の子供を見て思わない？みんながみんな可愛いわけじゃないや、子供ってさ。こいつ生意気な、クソガキねとかさ、思わない？でも表面上、ああ、かわいいね、いい子だねってね、やっぱ子供だからね。かわいいねって やんなきゃいけないけど、大人としてね。まあ、いきらくそうきだなとかさ。小さい頃かわいいのに、今、ブサイクな人？あ、そうだね、いろんなパターンがあるよね。ブスが綺麗になっちゃうバージョンと、まあ、あ、確かにイケメンはイケメンだな。男の子はそんな変わんないかな、顔。女の子は結構変わるよね。うん。男の子はなんか顔そのまんまって感じじゃない？私だって顔変わってないよ、全然。このまんまの顔だって昔から。ほぼ変わってない。で、昔ちっちゃい頃は、あ、カイザー君お茶ありがとうございます。え、ちっちゃい頃もうね、かわいいかわいいってもう、近所の人がね、え、まさつぐ君ちょっと貸してくださいって言ってね、今日お泊まりに来て、みたいな。もう引っ張りだこよ。あ、カイザー君お待ちしてます。会えるの楽しみ、カイザー君来てくれるって。新宿リアトツ、ちょっとね、カイザーくん来るんだったら痩せようかな、ちょっとあと2日で。ちょっと絞ろうかしら。うん、あと2日2日でね、2日で1キロぐらいしか減らせない。そうそう、パチンコ屋のカイザー君、うん、あ、なんか眠くなっちゃった、食べたら。ちょっと横になろうかしら。ここか。光が気持ちいい。もうさ、子供の声って落ち着くよね。眠くなってこない、聞いてると。ねえ、なんかポーっとなるよね。やっぱそういうのあるんだろうね、子供の声は。うん、やっぱ可愛いってこう脳みそが、遺伝子が決まってんだよね、声とかフォルムとかね。こうね、可愛がれるようにこうね。おじさんだろうかな、おばさんだろうかな、どっちだ。
モンジョリさんです。みんないなくなりました。みんなあっち側に来ました。でみんなね、気になって一回寄ってくるんだけど、喋り始めるとみんな逃げちゃう。不思議よね。みんなさーっと一回寄ってくるんだよ、子供だからね。話しかけるとみんないなくなっちゃう。やっぱちょっとね、モンジョリちゃんはちょっと小学生ぐらいの方がいいな。幼稚園はちょっと相手できないわ。小学校ぐらいがね、ちょうどウケるな。あの YouTube とか見てる世代。お年玉はね、親戚とかってことを、お年玉あげたことあるかな。もらってばっかだもんな。あげたことないかもしんない、ぶっちゃけ。だってさ、うちのおじさんさ、子供5人いるんだよ。親戚ね、子供5人いるんだよ。1万円ずつあげたら5万円だよね。でも私も昔1万円もらってたけど、3人兄弟で1人ずつ1万円もらってた。なんかママとか大変だったんで、逆にあげなきゃいけなかった。他にもね、あれって結局1万円もらったら1万円返すような感じやの、お年玉ってさ。あっちに子供いたらね、ねえ、あらすごい、おまたパックリって感じ。わあ上手。あー、そんなとこお医者さんごっこやっちゃダメです。あー、エッチ。最近の若い子はイチャするね。今おまた触ってたもん。すごい、女の子をベンチに寝かしておまたグリグリグリってやってた、男の子が。やばいよね、マセガキだ、マセガキ。やりちんだね、あれはね。先生も近くいるよ、すぐ目の前に先生いるよ。ほら、帰るって。それで変態おじさんがこの公園に一人ぼっちになっちゃうの、またね。みんな帰っちゃうって、寂しくなってきちゃった。おじさん一人になっちゃうよ。私たちがいるべね、え、多分女性に生まれてきたら、そうね、子供を2人ぐらい産んでご飯作ってみたいなね。そういう感じの家庭だったと思うよ。で、旦那は公務員でみたいなね。私はちょっとパート、スーパーでパートしながら、まあ、専業主婦みたいなのして、で、ちょっと息子がね、ちっちゃい頃はいい子だったんだけど、ちょっと高校生ぐらいにグレちゃってね、シンナー吸い始めちゃってみたいな、クソババーとか言われたりとかしてね。で、台所とかでさ、泣いちゃってね、子供のことでね。積み木崩しで、積み木崩し、もろ積み木崩しで。
積み木崩しっていうさドラマがあった昔、映画にもなったのかな、あれ実話なんだよね。もう家族がめちゃくちゃになっちゃって、そう、あ、確か実話に基づいてね。うん、お酒はね、お酒はカシス系が好き、ビールとか焼酎はあんま好きじゃない。今の子はね、でもそんなお薬遊びなんかしないでするのかな。悪いのは何やってんだろう。悪い子たちは。お薬。ハーブ、あ、脱法ハーブね。お山の上にクリスマスツリーを飾ってる。すごいなんか面白い喋り方ね。歯が生えてないんじゃない？まだ歯がここまだ生え揃ってないんじゃない？乳歯が。こう山の上にオカマが座ってるなんて言ってないじゃん。そんなこと一言も言ってないね。何してんの？元気？今ここまで来たんで、目の前まで。どんな顔したと思う今みたいな。私の胸とかね、いろんなとこ見たね、一瞬でみたいな。笑顔で近づいてきてね。残酷ね。みんなバカにされてもね、子供にもね。みんなピエロになれば私は道化師でいいね。観客に笑われてね。名もなきピエロよ。大丈夫、大丈夫、ほどけてみせる僕は小さなサーカスの名もなきピエロ。まん丸いお月様みたいなボールの上バランスをとって、客席に泣いてる君のひえなんてないでしょう。息を潜ましてあげなくちゃ。大丈夫、大丈夫、おどけてみせる僕は小さなサーカスの名もなきピエロ。あ、はい、あ、すいません、ちょっと待って、マスクしていい？ちょっと待って、ちょっと待ってね。今日ヒゲ剃ってないね。はーい、はじめましてかな。ごめんなさーい。マスク、はい。これ映ってないんで大丈夫ですよ、近くまで。はーい。何さんですか？サラさん。あら。あー、水根屋さんですな。はい、それでそこからナナさん拝見させていただいて。あら。で、しょっちゅうも今
さん。あ、軍曹リスナーなの、はいはい、またお上品な感じで。この辺なんですか？この辺なんです。あら。横浜なんですけど、でも境目っていうか、近くで。川崎と横浜の間ぐらいね。そうです、そうです。はい。うん、あ、ありがとうございます。どちらが、どっちにしようか、両方ダメ？あ、どうぞ。あ、嘘嘘。どっちでも。あら、じゃあこちらいただきます。いいですか？ありがとう。あの、グッズあるんでよかったら。ありがとうございます。あと、うん、あと安物なんですけど。安物？これ、よかったら。なにこれ？ティアラ？はい、お持ちなので。あら、すごい、豪華。お似合いになるかな。ありがとうございます。あらら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 。さっきね、子供遊んでたんですけど、みんないなくなっちゃったの。そうなんですね。今日缶バッジあるんでね、こちら。ありがとうございます。これどうぞ、お名刺と。トイレやばい時に、うん、助けに行こうと思ったんですけど、間に合わなかった。間に合わなかったです。大丈夫。ありがとうございます。写真とか大丈夫ですか？いいですか？あ、ちょっと待って、ね、これだけ直したかった。足綺麗。足綺麗ですね。顔は汚いんです、みたいな。そのプラダ可愛いね、カバンね。古い、すごい古いんですよ。ずっと古くて、母の時から大事にしてる。あ、お母さんからね。はい。受け継いだ感じで。はい、はい、一緒にでもいいんですか？はい。普通の、なんか360度。あ、全然外カメで。すごい綺麗ですね。びっくりしちゃう。よく言われます。お願いします。はい。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。すいません。わざわざありがとうございます。ね。じゃあいただきますね、これ。どうぞです。ね。じゃあ、体調悪化されないように。ありがとう。お気をつけください。軍曹にもよろしくね。あ、私一度もね、お会いしたことなくって。あ、そうなんだ。はい、一度お会いしたいなと思って。ね、多分リアトツとかやると思うからね。そうですね。その時に。はい、じゃあまたありがとうございます。はい、ありがとうございました。すいません。上品な方、すごいマダムって感じよ、素敵な方で。いただきました、ありがとうね。失礼します、さよなら。あ、こっちかな。ティアラ、うん？あー、大丈夫です。はい、わかりました。ね、すいません、お気をつけて。あ、やっぱ送って。そうで、もう帰ろう。ちょっと、やっぱ送ってもらっていいですか？ごめんなさい、急に気が変わった。本当にいいの？ちょっとね、今準備します。せっかくだからね。よいしょ。ごめんね。あ、痛い、あ、痛い、ちょっと待って。ごめんごめん。あ、大丈夫、大丈夫。荷物持ちますよ。あ、大丈夫です。これゴミ？うん、ゴミも。あ、ゴミも持って帰るんで。私捨てときますよ。あ、ここにゴミ箱ありますね。あらー、みずにゃんね、この間ね、座談会で会いましたよ。あ、まだ東京にいるの、水谷。ちょっとわからないんですけど、ずっとこう中継に。あ、多分お家が東京にもあるんだろうね。ちょっと歩かせたんですけど。あ、こっちですか？なんかわからなかったね。あっちにちょっと車、どっちが向かって。よかった、助かった。このティアラ素敵。じゃあ車出してきます。あ、すいません。はい、セーラームーンみたい。どう？
逆あ、こう。こういうことか。これリア凸でつけよっかね。リア凸で。あら、どこ行っちゃった？これでいいのかな？いなくなっちゃった。あ、パーキングに入れちゃったのね。あ、やばい。お、あ、来た。あ、あの人もリスナーさんかな。男性の方。あ、そうだ、ツイキャス見てた今。ちょっと待って、おトイレ。どうしよう。間に合うかな。また来ちゃった。待て。ちょっと待て。座ろう一回。ちょっと待ってね。いや、もう動けない。どうしよう。ダメだ、今日調子最悪に悪いわ。ちばっかありがとうございます。ザクザク、てカオルさんもね、お茶箱ごじゃるやつ。あー、やだで、あ、いや、出てない。ダメだ、これヒリヒリしてる。お腹が風邪で調子悪いんだ、これで多分。いや、トイレ行きたいんだけど動けないの。またこういう、あの、どうしよう、リスナーさん待ってんの、どうしようかな。動けないんだよね今。車出してもらってんだけど、乗ることも多分できないと思う今の状態。あ、来ちゃった。うわ、高級車。金持ちだわ。ベンツの一番新しいやつ。よし、行こう。SLK かな、これ。CLS だ。はーい。どっちに座った方がいい？甘い、横。すごーい、ベンツだ。ナンバーだけ。あ、わかりました。あら、まあ。お邪魔します。すごーい。これ新しいベンツですか？比較的そうですね。なんか大丈夫？あ、私のお家わかりますかね？わからないんです。もう。あ、痛い。今ね、ちょっとね、あの、おトイレの方ね、今ね、ちょっと、あ、もう家向かっちゃった方がいいですね、はい、ごめんなさいね。マギーヌなんです、はい、私がナビゲートしますね、じゃあ。わかりました、それがいいですね。これ、まっすぐ行ってください。はい、じゃあお願いします。あ、これあったかい、背中がね、あったかい、もうちょっとつけますか。ヒーターがついてるわ。おいくつなんですか？私46です。言えない。これもうすぐ明日で読んで、これ左です。はい、なんか誰かに似てるんだよな、芸能人の。なんか吹雪純に似てるとか。ああ、吹雪純。宝塚、あの、おじさんとかおじいさん世代の方に、うん、吹雪純に似てるとか。そう、そっち系だね。あとね、うん、髪全部白髪なんですよ。なんかアイドルみたいな、グラビアアイドルって感じ。そっち系よ。めちゃくちゃ美人。あ、これまっそこの信号を左ですね。はい。いや、人妻でしょ、どう。
ね。もう子供も23歳だ。へえ。もう手が離れて。上は男の子かな？はい、男です。そうよ。もう見てる人たちは全然違うのよ。ね、今ピザポテト食べてるおばちゃんたちとは違うの。いやいや、でもそれはね、いい、これは現実です。ね、ピザポテト食べて車はね、なんかボクシーかなんかとは違うのよ。皆さん。おすすめ規制かかった。え、誰がですか。私。おすすめにいないって。昨日のあれかな、多分昨日おっぱい出しちゃったな。え、そうなんですか。そんなのありましたっけ。小峠くんの枠で。ああ、私 あんまり本当にいろんな方の拝見してなくって、うん、これは右ですか。あ、ここ左ですね、はい、本当に、うん、ナナさんと軍曹さんと西野さんしか本当にいないんですよ。あれかな、この時間はツイキャスを見たいとか。そうですね、お家のことしながらツイキャスに行って、でちょっとお仕事して、はい、夕方からちょっとボランティアで子どもたちの教えたりとか、ボランティア、はい、ボランティアとか、あと学校のお手伝いしたりとかしてるんですけど。今日はちなみにお昼ご飯食べました。食べてないです。あ、食べてない、はい。おすすめにいなかった。やっぱり規制食らってんの。いない、いる、大丈夫、どっち。いる、いない、どっち。しつこい人たちね。年末年始は何してるんですか。旅行とか行くんです。うん、行かないです。あ、行かない。ずっと、はい、おせちを作って。おせち自分で作るんですか。作るんですよ。すごい。今年こそやめよう、今年こそやめようって思うんですけど、結構時間かかるね。かかりますよね。おせちを手作りか。今ね、買ってきちゃったりする人が多いね。うん、買っても高いですしね。うん、あ、おすすめ規制かかった。これをね、右なんですよね、あそこの信号。あ、まだですか。ここ。あ、そうですね。こっちでした。ごめんなさい。これ右。まだ。もうちょっと先です、ね。はい。え、サポート外しちゃダメだよ、みんな。ちょっと待って、一回私が見てみるわ。あー、いないね。おすすめ規制だわ、これ。とかないんですね。多分来てるかな、これは。トイレの実況したかな。そんな簡単に理由。で、あの坂みたいなとこがあるんです、はい、あそこを上がっていく。ここですね、はい、これは上がってくる。そうですね。あ、来てる来てる。広告の収入が無効になってんね。おすすめ規制かかってこんなに人いるのすごくない？いやー、でもリア凸があるからな、ちょっとまずいな。あ、そうですね、まっすぐで。リア凸前でちょっときついな、ちょっと送っとこう。
肌を露出したらダメって書いてあったんだから、昨日のあれだね、多分ね、夜中のおっぱい出して USA 踊ったやつ。これ左ですね、はい、酔っ払ってね、おっぱい出して USA 踊ったの。パン1で、それずっとまっすぐです、はい、脱いじゃったのよ。これ1日で溶けるかな、1週間だろうなこれ。あ、ここで大丈夫です、はい、ありがとうございます。すいません、なんかよいしょ、ありがとうございましたね、はい、また、はい、また頑張ってください、応援してます、ありがとう。ドア開けますね。あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。お、大丈夫。大丈夫。降りるか、大丈夫。大丈夫。すいません。ごめんなさい。ありがとうございます。また。はい、ね。すいません。あーやだねー、酔っ払ってどうしよう、最悪なんだけど、いやトイレもどっか行っちゃった今、びっくりして、あーショック、もう嫌なことばっかつ続くわ。いつまで帰省？多分1週間か1ヶ月かどっちかだね。3日か1週間かどっちかだね。でもそんな変わんないんですよ。多分途中でおすすめ規制かかったんだね、これね。この人数は。まあね、通知みんな取ってるから、でもおすすめ出ないっていうの結構きついのよね。半分ぐらい違うからね、明日から。半分ぐらい。ダメージある。半分閲覧減るよ。あ、やばい。ちょっと動けない。また音を入れ。あ、痛い痛い。あ、ダメ。お茶箱はね、投げれるけど、ね、広告の収入が入んないみたいな感じで書いてあったね。ちょっと待ってね、ちょっとこの間にスクショ撮っとこう。まだ動けない、ほら繰り返したアカウントが自動的にロックされる、今後はご注意くださいとね、10分前15分前にかかったんだねこれね、10分とか15分前、キートスはやってないよ、だった私。
下のは何だろうね、これ下のやつ何、広告はつけてるよ、つけてる、つけてるよ、そんなビビたるもんじゃないけどね。ちょっと送っとこう、なんて送る、もうおっぱい出さないと送ればいいのかな。やだね、最悪な状況で今、今年最悪な状況ですよ。なえるなえる、なえすぎ、よいしょ、車で送ってもらっちゃった、ごめんなさいしないとね、なんてごめんなさいって送ろう、おすすめ規制謝ってね、なんか変にごまかさない方がいいんだよね。だから本当に。リアトツももしかしたら規制食らった中でやるかもね。明日告知したかったんだけどな。リアルタイムで見て来てくれる方たちもねいらっしゃるんでね、中にはね、あれいるじゃん、いるよ、一番上にいるじゃん、え、あ、通知に入れてるからか、ちょっと待って、もう一回見るわ、いない、いない、いません、フォロー消しちゃダメで、みんな星なくなっちゃうからね、フォロー消したら星消えちゃうからね、あの外すとポイントも全部リセットされるからね、うーん、あんたやらかしたよ、ちょっと送るわ、ちょっともう終わり、終わります、終わってちょっと謝罪文送るわ、なんとかリアトツまでには解除されたいから、明日はしょうがないとして、そうだね、そこら辺ちょっと書こう、すいませんでした、おっぱい出して踊って、一日で解除多分ないと思う、で今日、あ、今日何曜日だ、金曜だから土日、そうだ、今日送んなきゃまずいな、土曜日とか見てないもんね多分、
おつじゅりです。あとリスナーさんありがとうございますね。ティアラとか飲み物とかね、今日2組ね、リアクス来てくれたんでありがとうございます。おつじゅりです。なんか皆さんに、私規制がかかってる、通知は必ず取ってください。明日からおすすめ欄から消えるんでね、見る人は、通知を取ってね、うん、そうすれば見えるんで、おつじょり